はい、どうも前回どうやってたかな、はい、どうもメンズネイリストのかゆゆです。こうやってやってましたね、多分こういうのって一回やるとずっともう同じポーズでやってますよね、みんな。これでいくんか、これでいこうかな、じゃあ。はい、どうも、ネイリストのゆゆです。2回やってたね、ゆゆです。2回やっていこうかな、これから。うん、2回やっていきます。これでいきます、覚えてください。これでいくんか、ちょっと恥ずかしいな。はい、じゃあ今日はね、ちょっと第2弾なんですけれども、もうね、あったかく、最近ちょっと寒いんですけど、もうすぐあったかくなって春やってくると思います。なのでちょっと今回は面白くて、これからのあったかい時期に使える、前回と被っちゃうからこれやめよう。じゃじゃん、はい、これです。ウッドネイル。ウッドネイルって結構ね、パッと見はどうやってやってるんだろうっていうような不思議なネイルなんですけれども、で実際やるとね、要点さえ、やり方さえ覚えたらさささっとできちゃう時短ネイルになってます。なのでね、今回やるやり方もものすごく簡単で、色もね3色4色ぐらいしか使ってません。それでね、これぐらいしっかりウッドネイルになるので、今回はこちらをバッチリマスターして、これからのあったかい時期に使ってくださいなと思いまして、今日はこれでいきます。ウッドネイル。それでは早速やっていくよ。ピッつって。はい、じゃあ早速やっていきます。ウッドネイル。実はね、僕のやり方はもう早速見しちゃいます。じゃじゃん。後ろ白なんです。前回の楽天カードマンの引っ張っちゃってるんですけど、後ろ白でやっていくんですよね。まず白を塗っちゃって。白を塗ることによって上をね、上のウッドネイルがね、ちょっとカスカスっとサササッと出てくるんで、そのニュアンスがうまいこと出てきて楽しいんですよね。で、使ってるカラーなんですけれども、ベラフォーマ017141、メトロが55と、418ですね。この4色だけでやっていきます。見ていただくと分かると思うんですけれども、こっち側2色がね、2本がちょっと明るくなってますよね。明るいウッドとちょっと暗めの深めのウッド、2種類作ってみました。はい、明るい方はこの418使ってません。この3色だけでやるとこの明るい方になります。じゃあ早速ね、ちょっと、やっていきます。この4色使うんで、ちょっと暗めの方のウッドをやっていこうと思います。イエイそしたら先にお見せした通り、55番、この白をね、先に塗っちゃうんですよね。ウッドネイルなんですけれども、白がね、見えないんですけれども、実は白を塗ってる ところがミソなんです。ミソなんです。この白を早速塗ってきます。使う筆なんですけれども、この ナンバー19、19の、フラット筆、この子を使ってやっていきます。はい、まずは、じゃあ、55。この子ね、ワンカラーで、さささっと塗っていきましょう。白をね、先ほど説明したんですけれども、白を一度下に塗っておくことで、次はね、塗布量少なめで、上はウッドのカラー塗っていくんですけれども、下にね、白があるおかげで、さっと、カサカサっと、カサカサ？カサカサって何？塗布量少なめでサササッと塗ることによって、上のウッドのカラーが出たり出なかったり、下の白が出たり出なかったりするので、ムラが出やすいんですね。今回はそのムラをあえて使っていきましょう。そしたら、次は、この141、この子を使って、塗っていきます。この子です。いい色ですよね。いい色なんですけれども、なかなか皆様忘れがちというか、あまりこのベラフォーマ141日の目を見ないので、ちょっと今回は、僕が出番を作りました。いい子なんですよ、この子。この子を今回少なめで塗ってきます。ウッドのところはもうこれぐらいで大丈夫ですよ。これぐらいをたっぷり塗るんじゃなくて、本当にちょっと圧をむしろかけながらさささっと塗ってあげましょう。色がね、しっかり出るところも出ないところも、どちらがあっても大丈夫です。薄いところがあったり、ちょっと濃いところがあったり、それぐらいがいいんですよね。はい。これぐらいでもいいです。もうざっくりで大丈夫ですよ。ちょっと雑なんじゃないかっていうぐらい大丈夫です。それが時短にもつながるのでね。
このちょっとね白っぽいところが出てるところもありますし、ちょっと濃いめに出てるところムラがねありますよね。このムラを利用しましょう。実際の木皆さん見たことありますよね。見たことない人なんていない。もうねもう木だけ、木だらけ、木に囲まれてます日本は。皆さん絶対に見たことある、見たことある人は分かると思うんですけど、木って同じ色、もう茶色一つドーンじゃないでしょ。もう濃いところ薄いところありますよね。それをちょっと再現しちゃいましょう、ピッつってなので今こういう感じでムラムラに、ムラムラはちょっとね良くない表現なんですけど、ムラっぽく塗ってますよね。もう一回同じくこの141この子を使って塗ってきます。もう一回先ほどと同じぐらいの塗布量でもう一回ねちょっとムラっぽく塗ってきましょう。ちょっとね力強めで大丈夫ですよ。ちょっと濃いところもあるし薄いところもあるし、しれーっと一番最初に塗った白がちょっとだけひょこっつって顔がね見えたりしてきてもいいんですよね。それが面白くなるんですよね。うん、これぐらいもうムラがあって大丈夫です。2回やりましょう。はい、2回やることによって、2度重ねることによってムラとムラが重なるので、さらにねその奥行きが出てきます。それでこの、141この子の出番は一旦終了です。ありがとう141。そしたら残りがねこの2つです。ここで次がちょっとね深めの濃いところ色に深みを持たせるために418を使いますなんですけれども、でもちょっと待って、私はこの2本の方が好きよっていう方はこの今からやる418の作業を飛ばしてください。飛ばすことによってこのちょっと明るめのねこの2本になります。418を使うことによってちょっと色が深めになるので、ちょっとこの深めの色のこっち側のウッドのイメージになります。はい、そしたらこの418、焦げ茶って名前なんですけど、僕めちゃくちゃ好きな色で、僕やっぱねニュアンス系のアートをよくやるんですけれども、天然石だったりそういうのをやるときもこの418すごくお世話になってます。そんなもうねユンユンはね418におんぶに抱っこってわけですよ。その418を使っていきます。さっきよりもね少し少なめぐらいでいいんじゃないかなっていうぐらいの量で、濃いのでね色が濃いんですけれども伸びがいいです。なので本当に量少なめで大丈夫です。それもこの子もねちょっとカサカサっとちょっとね厚強めで塗ってあげて結構です。もうねこうやって取れちゃうこともあります。厚強めって言ってるぐらいなんでね、全然取れちゃって大丈夫です。もう取れちゃったら編集でカットしたらいいんですよ。ペペッペッペッつってこういう感じで塗っていきます。ちょっとね厚強めで大丈夫ですよ。厚強めにやることによってムラが出てくるんで、もうこれぐらいでいいんですよね。ここら辺のムラとかものすごくいいです。これ後ですごくわかりますかね、こういう感じで。このムラがねやっぱこの自然なリアルなウッドに近づけるコツなんですよね。こちらで一度固めましょう。このねすごいさりげない一作業、一手間が後で効いてきます。最後にこの子メラフォーマ017、この子がねすごくいいんですよ。ちょうどいいテクスチャー、粘土硬さで、このこういうラインが引きやすく、木目のね木目を描きやすくて、さらにちょうどいい絶妙なこのなんでしょうね、深めのちょっとねブラウンがしっかりブラウンが出るので、このウッドの中にも負けない色になります。木目がしっかり出てきます。この子を塗ってくれるのはじゃじゃん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 、はい、19のライナ M です。ライナーね、ライナー筆で S も M もあるんですけれども、S と M があるからと言ってじゃあ S じゃないと細い線描けないのって言ったら、それはね中間違いです。大間違いの1個手前、もう少し行ったら大間違いやったで、危ないでっていうの1個手前、中間違いギリギリのところです。ライナー M でも全然細い筆描けるんですよ。はい、中間違いって何って感じですよね、僕が聞きたいです。それははい、早速塗ってきます。これもねもうざっくりでいいですよ。あんまり考えすぎちゃダメです、こういうのは。もう、さささっと
さささっと書いていくのが、コツです。ポイント。ニュアンス系のこういう正解がないアートなんて、時間をかけたら余計、僕もね、昔、何度も経験したことあるんですけど、このニュアンス、もともと苦手やったんですね。苦手な時ってやっぱり、正解が自分の中でわからないので、ずっと、いじっちゃうんですよ。ずっとまだかな、これが正解かな、これが正解かなって言って、結局ね、そうなってくるともう沼です。沼中の沼。結局時間がかかって、最初にやってた時よりももっとなんか、あれおかしいな、こんなはずじゃなかったのになってなる経験、皆さんあったと思います。なのでもうこれぐらい時間かけずにパパパッと、こういう感じでいいんですよね。うん、いいんじゃないですか。これで固める前にですよ、これで一手間というか、ちょっとね、面白いことをやります。じゃじゃん。このベラフォーマのスクエア筆なんですけど、このね、スクエア筆ってもともと普通のスクエア筆はもともとね、こういう状態です。これがね、正しい本来のスクエア筆なんですけれども、僕はね、このスクエア筆ずっと長いこと使ってて、まあ持ちがいいのでね、使いやすいのでずっと使ってたんですけれども、で、最終ラメを使うようにしてあげて、それでもね、やっぱね、穂先はね、あくまでどうしても消耗品なので、ちょっとね、もう捨てなきゃいけないなってなってくるんですけれども、やっぱりずっと使ってた筆って捨てたくないじゃないですか。悲しいじゃないですか。悲しいな、捨てたくないなって思った時に、じゃじゃん、もうこの穂先をね、もうバッサバサにしたったらええやんって思って、もうね、この捨てるよりはね、やっぱまだ使いたいので、もう大好きなのでね、筆って。この先端をアクリルのニッパーで、ここですね、ここをギュッとつまんであげるんです。思いっきりギュギュギュッと。そうするとこのね、まとまってる部分がバサッと開くので、このコーム筆のようなちょっとパサパサの筆を作ることができるんですね。この筆をね、作ってあげて、こっからこの筆はさらにもう一回長生きできます。このね、先ほど塗ったこの子たちに、このカラーに017ですね、この子をギリギリ当たるか当たらないかぐらいをタッチさっさっさっとやっていくんですよ。そうすることによって、このラインがうまいことボケてかすれてくるんですね。見えますか、こういう感じ。めちゃくちゃいいじゃないの。うん、僕ね、こういうことが好きなんですよ。すぐこういうことしたんですよね。そう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 、こういう感じ。やっぱね、さっきの最初の部分より全然このボケ感が出てきましたね。うん、よりウッドの不思議な感じに近づいたんじゃないですか。いいですね。これでもう完成します。あとはマットコートをやるかやらないかの違いです。はい。なのでこのね、この一手間というか、この先端の、筆の先端の部分をつまんで、もう一回長生きさせてあげる、この、ちょっとね、裏技までいかないんですけど、この愛情が詰まった一手間、小技を皆さんね、ぜひね、使って、今使ってる筆をさらに、長いこと愛してあげてほしいなと、愛をね、愛を持って接してあげてください、筆に。筆はね、生き物です。はい、最後、このマットコート。この子を使って、ちょっとね、このマットな、リアルなウッドを再現していきます。まあでもね、こういう感じで、ちょっとツヤがあるウッドもあってもいいかなと思います。ニスを塗ったような、ちょっとね、ツヤ感のある、磨いた後のようなウッドにしたければ、そのまま、普通のクリアのトップを塗って仕上げてあげていただいたらいいんじゃないかなと思います。今回はね、マットで仕上げようかなと思ってるので、マットコートを今塗りました。で、こちらで固めたら、しっかりマットになります。マットコートなんですけれども、実際のお客様の爪にやるときは、しっかりクリアをまず挟んで仕上げておいて、ちょっとね、強度を出した上で、マットコートを塗るようにしてあげてください。そうすることによってね、強度が出ますので、マットにしてあげても、そのまま、しっかり持ちます。はい。ってやってる間に、もうマットはできたので、出しましょう。
はい、こちらでね拭いたらもうマットになってます。こんだけ喋りながらゆっくり説明してやってもこの時間で終わっちゃうんですよね。時短アートなんです実は。すごいね、早くさささっとできちゃうので、もうぜひやってみてください皆さん。はい、こんな感じです。いいですね。はい、それではどうでしたでしょうか。ご覧いただいてありがとうございました。ね、ウッドネイルね、あんなに簡単にできちゃうんです実は。でね、やっぱりポイントとしては最初に白を塗ることと、あとは筆をねちょっとグッとバサッとやったのを再利用できますよっていうのがね、今回伝えたかったポイントです。イエイっつってちょっと鼻を軽くほじ、次回みたいな感じで次回予告としまして、次回はこちらのアートをやっていきます。これもねものすごく可愛いですよ。これもね、あったかい時期に使える、何でしょうね、お花のちょっと奥行きのあるお花です。ものすごく可愛いですよ。こんな感じです、見えますか。うん、これもね今見た感じだとどうなってるんだろうって感じすると思いますけど、次これも分かりやすくお伝えしますので、これもきっと次回サクッとできるようになります。という感じでね、一個一個アート覚えていきましょう。一緒に楽しく覚えていきましょう。シリマルも覚えていくよ。オーケー、シリマルユナさんといてくれ。ありがとうございました。